山田電機99電機99電機は日本のパソコン量販店チェーンストア。東京の秋葉原を本拠地とする。野豪をはじめ対外的にはつくもやつくもと称している。かつては99電機株式会社によって運営されてきたが、2008年に民事再生手続きの申し立てを行い、2009年に山田電機が事業譲り受けし、同社の子会社として設立された。 株式会社プロジェクトホワイトに引き継がれた。1947年3月11日、鈴木勇が秋葉原で創業。部品も含めた無線機器の販売店として地位を築いてきた。次100の天下が天命99である。9世紀から10世紀前半にかけて編まれた伊勢物語第63弾、物と背に人のせたらぬつくもがみが起こらし面影に、 三ゆ店名として99と命名したのは次が100であるすなわち100を目指す姿勢を常に保つイコール常に努力を続けるという理念を表している上記の歌でつくも神は白髪の暗湯である会社名のプロジェクトホワイトはこの歌に由来すると思われる現在インターネットによる通信販売を行っているほか東京、秋葉原に複数の店舗を構えている 秋葉原の他にも池袋や名古屋の大須、札幌にも店舗がある。現在はつくもオリジナルのパソコンとパーツ類を取扱い商品の主体としている。オリジナルパソコンを同社は X.com プピューターと呼んでいる。1968年アマチュア無線機器販売を開始。かつては社団局も開設していた。1977年 アップル2の販売を開始。以後、PC-8000 シリーズなどのパソコン販売を続けていた。パソコンの発売にあたって、女性従業員を大量に採用し、マイコンガールと命名し、定員がすべて女性で構成されている、つくも7号店を開店。これ以前に、秋葉原で大規模に女性従業員が活躍した事例はなく、当時は画期的な試みだった。 1980年頃までがアマチュア無線機器販売のピークで、その後はパソコンの販売が主体となった。1990年代には秋葉原パソコン販売4天皇の一つとして認知されるに至った。1991年、大規模小売店舗法の改正に合わせ、つくもパソコン本店を開店。開店時は放出校直前だった。同時期に当時19歳だった。 東方芸能のアイドル女優、落ち静かをイメージガールに起用し、広告展開を図った。イメージガールのプロデュースに当たったのは、後に映画プロデューサーとなる小滝翔平。小滝のアイデアにより、大規模小売り店舗法が施行された後に、店舗スペースとして利用するために開けていた地下フロアにて、落ち静かの歌とトークのイベントを行った。これより以前、 他社を含む秋葉原のビルのどのフロアにもこのようなイベントを行える空間は存在していなかった。これが秋葉原の店舗フロアで行われた事実上初のアイドルイベントである。二代目イメージガールは生田智子を起用した。1997年創業者鈴木勇が死去。2002年から2007年までは石丸電機と資本、業務提携した。 2007年、万世店、五号店を閉店し、アマチュア無線機器の取り扱いを中止した。2008年10月30日に、民事再生手続き開始の申し立てを行い、事実上の倒産。負債総額は約110億円だった。バブル期の不動産取得や、業務拡大に伴う借入金が、主原因としている。同年11月5日、 民事再生手続きの開始決定がなされた。2008年11月21日、NEC リース株式会社が在庫商品に対して担保権を実行し、商品を借金の方として引き上げてしまったため、一時休業に追い込まれる。同月26日に営業再開。なお、高田の馬場店、町田店、梅田店は、同年12月末から営業規模を縮小し、町田店、 梅田店は2009年1月22日、高田の馬場店は2009年1月15日、閉店した。2009年1月6日、山田電機へ事業場とすることで、基本合意し、同年3月10日に山田電機が新設した、子会社株式会社プロジェクトホワイトに事業場とされた。なお、事業場との準備のため、3月8日から13日まで完全休業した。 倒産からプロジェクトホワイトに移管されるまでの間に2回休業している。当初は事業上ともにプロジェクトホワイトは社名変更する。2009年6月9日99電気株式会社は株主総会で会社解散を決議。同日解散して生存手続きに移行。2012年1月25日99電気株式会社の生産決両。 つくも X パソコン専門店ドス、V パソコン館は旧つくも AV、カメラガンが解消したもの。つくも X、店の入るビルは、かつての T ゾーン本店であった。名古屋店、札幌店は2008年の99電気営業時の、経営悪化時に閉店したが、後に所在地は変わったものの復活して、再度、開店している。大阪南波店は2009年に閉店となったものの、 2017年に、ゲーミング PC や自作 PC、パーツゲーミングデバイス専門店のつくも BTO ラボ、ナンバつくもナンバ店として、最新室となった。新橋つくもデジタル。ライフ館は2017年に閉店となったものの、2018年に、山田電機、ラビー新橋の5から6階に入居する図、くも新橋店として、最新室となった。営業中の店舗は、 店舗情報を参照エリア放送エリアポータルが、地上一般放送事業者として、2012年11月1日より、ワンセグ放送を開始した。つくも X。店に、地上一般放送局一局が設置されている。つくも店舗で使用できるつ、くも X ポイントカードというカードを独自に発行している。なお、独立企業時代に発行していたつくも X。カードは廃止された。親会社。 山田電機へ事業譲とされた初期にはポイントを相互に使用できた。なお、相互利用は一旦終了した後、2016年2月1日から再開されている。ただし、一部に制限がある。なお、大阪ナンバー店に伴ってつくもが大阪地区から撤退した際に、救済措置としてつくもポイントを山田ポイントに移行する手続きを行っていたことがあった。このか。 かつての定携企業、石丸電機でもポイント相互使用が可能な時期もあった。現在は終了している。いずれも独立企業だった頃の事業で、現在は行っていない。秋葉原にあったソフトバンクショップ、2008年4月22日閉店。ソフトバンクショップは、秋葉原に2店舗、au ショップも、神田西口に展開していた。その後、一部店舗で、 携帯電話販売コーナーが復活。なお、以前のようにソフトバンクショップではなく、全キャリアの製品を取り扱っている。パソコンゲームを販売。ブランド名は、つくもオリジナルソフト。パソコン用パッケージソフトとしては、黎明期の一翼を担った。特に PC-8000 用に、機械語でプログラムされたゲームは、スーパースタートレック。 スーパーインベーダーなどスーパーがつくのが特徴で、当時の他のマイコンショップのソフトより抜きん出ていた。この時のプログラマーは、後に、I-O で有名なアマチュア投稿者となるゲーム狂人である。その後は、ウルトラ4人マージャンや、同人ソフトが元となった、魔法使いのイモコなどを販売した。周辺機器を自主生産していた。松岡信明による設計。最もっとも、 遅くまで X68000 用のハードを扱っていた店となった。ありがとうございます。